いい運気を引き寄せて人生好転、等です。今回はお金をどんどん引き寄せてしまう魔法の言葉について話していきます。今タイトルを聞いて、そんな魔法の言葉なんてないよとか、そんなんでお金が引き寄せたら苦労しない、こんな風に思いませんでしたか？今回は今紹介したような悩みを完全に解消する動画です。私はもちろん受講生の方々も体感している効果実証済みの言葉です。よく言葉が人を作ると言われますよね。これは本当で、どんな言葉を発するかでどんな未来になるかが決まります。ただここで注意しないといけないのが、いい言葉を発すればいいわけではないということ、あることに気をつけないと、いくらいい言葉を口にしても人生は良くならないんです。むしろ悪いことがたくさん起こる人生が待っているとさえ言います。きっとそういう人生を望んでいる人はいないですよね。ということで、今日すぐにこの動画から学べることはこの2つ。 1. 人生が激変する魔法の言葉は、 2. より効果を倍増させる裏技。この動画を最後まで見れば、お金の問題をクリアできるだけでなく、人生をより充実したものにできます。それでは今日も楽しく学んでいきましょう。結論から言うと、人生が良くなる魔法の言葉はありがとうです。今、それだけ？そんなんで人生変わるわけないやんって思ったそこのあなた、10分だけ時間をください。あなたの価値観がぶっ壊れます。ありがとうを漢字にすると、ありがとうですよね。ありがたいという言葉が由来とされていて、小さなことでも存在そのものが貴重で尊いものであるという意味があると言われています。ありがたいという言葉の裏には、あることに価値があるという意味が隠されているんですね。人から何かをしてもらった時に、ありがとうと自然に使ったり、無意識に口から出たりすることが多いですが、実は深い意味を持った言葉だったんです。そんなありがとうは、研究者によってすごい効果が判明しています。それが、1ありがとうで 9.4 年長生きする、2ありがとうで免疫力がアップ、3ありがとうで生産性 12% 上昇、この3つです。それぞれの効果について詳しく解説していきます。1ありがとうで 9.4 年長生きする。海外大学の研究で、人に感謝を伝え続ける生活をした場合、そうでない人と比べて長寿効果があるという研究結果が発表されました。なんと 9.4 年も寿命が伸びたと言われていて、理由としては血圧の低下や血流の安定などが見られたからとされています。約10年も寿命が伸びるのはすごいですよね。2ありがとうで免疫力がアップ。脳科学の研究によって、ありがとうを言う習慣を身につけることで、幸福感やリラックス効果を与える神経物質が大量に分泌されることが分かっています。主に分泌される神経物質は次の4つです。ドーパミン、セロトニン、オキシトシン、エンドルフィン。中でもオキシトシンは免疫力アップに効果的で、ありがとうを言う人は心身ともに健康的な傾向にあることが確認されています。ありがとうと日頃から伝えることで免疫力もアップするなんて嬉しい限りですよね。3ありがとうで生産性 12% 上昇。イギリスの大学の研究によって、幸福度と生産性には深い関係性があることが証明されています。この研究では、ありがとうと感謝を伝えると幸せな気持ちになるのを利用し、実際に声に出す習慣をつけて作業する人とそうでない人に分けて実験すると、感謝の気持ちを持って作業した人は 12% も生産性アップに成功したんです。一方で、ありがとうと言わない人の生産性はマイナス 10% でした。ありがとうを口にするかどうかで生産性に 22% の差が出るのは驚きですよね。感謝の気持ちを持って仕事することは効率アップにもつながるので、日頃からいろんな人に感謝を伝える習慣を身につけましょう。ここまで聞いただけでも、ありがとうの凄さを実感できたと思いますが、実はこれだけではありません。ありがとうにはまだまだ効果があるので、ぜひ最後まで見てください。そんなありがとうの効果を得るためのステップは次の通りです。ステップ1、ポジティブになる。ステップ2、ポジティブな気持ちから愛情に変換する。ステップ3、ありがとうイコール相手への尊重と認識する。それぞれ詳しく解説していきます。ステップ1、ポジティブになる。前向きな気持ちでありがとうと言うと、自然に自分も相手も幸せな気持ちになれます。もちろん場合によってはネガティブなありがとうを言うことがあるかもしれません。例えば仕事にミスして誰かがフォローしてくれた時は、ごめんね、本当にありがとうと申し訳ない気持ちから感謝を伝えることもありますよね。ただネガティブな気持ちで感謝を伝えても相手に十分伝わらない可能性があります。どんなにネガティブな気持ちが強くても、感謝を伝える時は心からありがとうと前向きに伝えましょう。ステップ2、ポジティブな気持ちから愛情に変換する。ポジティブな気持ちでありがとうと相手に伝えると、感謝の気持ちが愛情に変わります。ここでの愛情は恋愛の意味ではなく、友人や家族などに感じる尊重の気持ちを指します。
自分はこの人のおかげで助かったという気持ちからお返しをして、今度は自分が笑顔にさせたいと思えるようになるみたいなイメージです。誰かのために何かをしたいと思う感情はまさに相手に対する愛情と捉えられます。心の底からありがとうと伝えたからこそ芽生える感情ですね。ステップ3、ありがとうイコール相手への尊重と認識する。愛情が芽生えて実際に相手に恩返しをすると、尊重や協調性が2人の間に生まれます。お互いにありがとうのお返しがしたいという状態になるので、良好な人間関係を築けるわけですね。お互いに協調性が生まれ、ありがとうの連鎖が起こることを共同体意識と呼びます。共同体意識が生まれると良好な関係を維持し続けるので、ありがとうの効果を最大限に享受できます。みんなで共同体意識の状態を作っていきたいですね。ありがとうにはすごい効果がたくさんありますが、心が込められていなかったり不満な気持ちを持ったまま言ってしまうと逆効果になってしまいます。本心からありがとうを伝えなかった場合、相手も嫌な気分になりますし、あなた自身も余計にモヤモヤするので、トラブルに発展する恐れがあります。いくらありがとうの効果を得たいからといって、心にもない感謝の気持ちを伝えるのは避けましょう。どうですかね。どんどんありがとうに興味を持ってきたのではないでしょうか。ただ本番はここからです。より踏み込んだ内容に入っていきましょう。ありがとうの効果を得るためには必ず意識しなければいけないコツがあります。これを意識しないことにはありがとうの効果は絶対に得られないので、必ず確認してください。コツ1、言葉に気持ちを込める。これはなんとなくイメージできると思いますが、気持ちがこもっていないありがとうを言われても、なんかもやっとすんなみたいな気持ちでいい気分はしないですよね。発信しているあなた自身も心から伝えていないので、何も感じないなどいい気分になりません。感謝の気持ちを込めてありがとうと伝えると幸せホルモンが分泌されると言われています。人から助けてもらったり何か支援してもらったりしたら、素直な気持ちでありがとうと伝えるようにしましょう。コツ2、唱えるなら起床時と就寝前にする。実は朝起きた時にありがとうと唱えると良質な睡眠を与えるメラトニンを作るセロトニンが大量に分泌されるという研究データがあります。朝起きた時に今日も朝起きて生きていることに感謝、ありがとうなどとつぶやくことで、夜寝る時の睡眠不足解消につながるんですね。また就寝前にありがとうと唱えるとオキシトシンが分泌されます。このオキシトシンにはストレス緩和効果があるので、今日も一日ありがとうと自分に感謝を伝えることで日頃の疲れが取れやすくなります。もちろん一番いいのは朝と夜の両方にありがとうを言うこと。効果を最大限に享受するなら、ぜひ朝と夜に感謝を伝える習慣を身につけましょう。コツ3、声に出してありがとうと唱える。声に出さずに心の中で言うのでも効果はありますが、口に出した方が効果があります。というのも、実際に声に出すことで潜在意識から幸福感を得られるから。潜在意識は起きている間は眠っている深層心理です。普通に生活していると潜在意識に触れることはほとんどありません。ただ無意識でネガティブになっていると自然とマイナスな出来事を引き寄せやすくなる特徴があります。そのため普段から幸せを感じたりポジティブでいたりすることが大切なんです。そんな潜在意識を変えるのに一番手っ取り早い方法が、ポジティブな言葉を声に出すことです。ありがとうと声に出して唱えることが幸せを引き寄せる重要なポイントというわけですね。実際私もこの3つを意識するようになってからの方が圧倒的に効果を実感したので、ぜひ騙されたと思って実践してみてください。そんなありがとうですが、よくありがとうを10万回言うと効果があるなど、たくさん言った方が幸せになれるという情報を耳にしますよね。ただ実際はありがとうの回数は重要ではありません。ここまでお伝えしたように、ひたすらありがとうと言っても心が込められていなかったらあんまり意味がないからです。それよりも心を込めたありがとうを言い続けることが大切です。ただありがとうの習慣を身につけるために、毎日100回のありがとうを意識的に口にするのはおすすめです。100回だと 1,2 分で終わるので、ぜひ今日からやってみてください。はい、今回の話はいかがでしたでしょうか。ありがとうは科学的な視点からもスピリチュアルな視点からもすごい効果があります。心からありがとうと伝える習慣を身につけることで自然に明るい人生を迎えられます。そして結果的にお金をどんどん引き寄せてしまうわけです。ぜひ騙されたと思って1日100回のありがとうを習慣にしてみてください。金に執着心を持つことがあらゆる悪の根源である。この言霊最強です。いい運気を引き寄せて人生好転等です。今回は潜在意識がまるっと関わる奇跡の言霊3選について話していきます。人生で一度は言葉には力があると耳にしたことがあるのではないでしょうか。このいわゆる言霊はポジティブな言葉を使うことで自分の望む現実に近づいていくための方法の一つです。実際に試してみて言霊の力の効果に気づいた人もいれば、
いまいち効果を実感できないとか、言霊の力がよくわからなかったと感じた人もいますよね。では両者の違いは一体何なのか、その答えが今回の動画でお伝えする内容です。言霊の力を最大限に発揮するためのとある方法を学んで実践することで、さっきのような悩みは完全に解消されます。またこれを知れば、職場や家族、友人関係のネガティブな状況や感情に振り回されなくなったり、一生懸命頑張らなくてもあなたの必要なものが必要な時に必要なだけ手に入ったりするといった未来が訪れます。もしあなたがそんな未来が訪れることにワクワクしているなら、今回の動画もまた貴重な動画です。動画の後半部分ではこの方法を実践する上で効果を2倍以上にする特別な方法もお伝えするので、必ず最後まで飛ばさずに見てくださいね。ということで、今日すぐにこの動画から学べることはこの2つ。 1. 奇跡が起こる言霊は、 2. 言霊の効果が出なくなる間違った使い方。言霊の力を活用すると人生がより良い方向に進んでいきます。それでは今日も楽しく学んでいきましょう。言霊を発する前に知っておく事前知識を4つ厳選してご紹介します。特に4つ目が大事なので、ぜひチェックしてみてください。 1. 言霊は思考と感情に応じて発動する。言霊はあなたが何を思い何を感じているかによって変化します。わかりやすい例で言うと、あなたに自信がある時や前向きな気持ちでいる時はポジティブな言葉が発動し、反対にあなたに不安がある時やネガティブな気持ちでいる時はネガティブな言葉が発動するということです。言霊はあなたの心の状態を反映するということを頭に入れておきましょう。 2. 言霊は自分にも相手の心にも届く。言霊は発したあなた自身に跳ね返ります。あなたに対して否定的な言葉を発すると、あなたの自信や幸福感を低下させてしまいます。反対にあなたに対して肯定的な言葉を発すると、能力や魅力を高めます。言霊は自分の現実を作るものということですね。また言霊はあなただけではなく相手にも影響を与えます。例えば相手に優しい言霊や励ましの言霊をかけると相手の心も明るくなります。反対に相手に厳しい言霊や攻撃的な言霊をかけると相手の心に悪影響を及ぼします。ですので言霊を使うときは相手の気持ちや行動を尊重するようにしましょう。 3. 言霊は繰り返すほど効果が増す。言霊は一度だけではなく何度も繰り返すことで効果が強まります。例えば自分が幸せと毎日口にすると、自分の周りに幸せな出来事や人が集まってきます。反対に自分がついていないと毎日口にすると、自分の周りに不幸な出来事や人が集まってきます。言霊はあなたの習慣を作るので、使う言霊は意識して選ぶようにしましょう。 4. 言霊は信じることで効果が現れる。言霊は単に口にするだけではなく、心から信じることで効果が現れます。例えば自分が成功すると本気で信じて口にすると、自分の目標や夢が叶います。反対に自分が失敗すると本気で信じて口にすると、自分の目標や夢が遠ざかります。なんとも単純なからくりですが、これは本質なので必ず頭に入れておきましょう。こうして考えると、意識的か無意識的かに関わらず、言霊は私たちの生活に深く関わっていることがよくわかりますよね。言霊の特徴を知ることで、普段何気なく使っている言葉の影響力を理解し、ポジティブな言葉を選ぶようになりますよ。ではここから潜在意識がまるっと書き換わる奇跡の言霊を3つご紹介します。どれも強力な言霊なので、必ず3つともチェックしてくださいね。 1. できる。できるという言霊には、自分の可能性や能力を肯定するようなとてもポジティブなパワーが込められています。私にはできると心の中で言い聞かせるだけでも自信や勇気が湧いてきます。特に緊張している時なんかにいいですね。大事な試験やプレゼンの前、自分にはできるか不安の大きい正念場といった時に、不安な心やネガティブな波動を払拭する効果があるんです。心の状態次第でパフォーマンスが大きく変わるというのはなんとなくイメージできますよね。そんなできるという言葉を発することで、いろんないいことが起こります。1. ポジティブな気持ちになれる。できるという言霊はあなたの能力や可能性を認めることにつながります。私はできると言い聞かせることで自信や勇気が湧いてきますよね。また一発でネガティブな考えや感情を払拭できます。ですので新しい仕事やプロジェクトに挑戦したり、難しい試験に挑んだりするときは、初めての挑戦だけどやればできるとか、他の人ができたことなら私にもできると断言してあなた自身にエールを送りましょう。ポジティブな気持ちになるとストレスや不安感が減り、自信やモチベーションが高まる効果がありますよ。 2. 行動力が高まる。できるという言霊はあなたの目標や夢に向かって行動することを後押しします。
自分はできると信じることで挑戦や努力を恐れなくなります。ですのでダイエットや生活習慣の改善、昇進などのキャリアアップを目指したいときは、私は決めた目標を達成できるという言葉も使ってあなたの目標を明確にしましょう。私ならできると信じることで失敗や挫折にもめげず前向きに乗り越えることができるようになりますよ。そして繰り返しお伝えしていることですが、行動力が高まると運気が上がります。これは成果や成長を得やすくなるからで、運気を上げるための必須条件です。3. 周りの人にいい影響を与える。できるという言霊はあなただけではなく周りの人にもいい影響を与えます。具体的には自信や勇気を与えることができるんですね。またできるという態度は相手にも伝わるので協力や支援を得やすくなります。周りの人にポジティブな影響を与えると円滑なコミュニケーションが取れるようになって人間関係が良くなります。運は人が運んでくれるものなので、人間関係が良くなるということは運が良くなるということ、これはとても嬉しいですよね。このようにできるという言霊は自分の心や運命をより良い方向に導く強力なものなんです。この言霊を可能な限り口に出していくとどんどん人生の流れが良くなっていきますよ。 2. 幸せという言霊には魂や価値観、現実を大きく動かす力が秘められています。具体的にはとにかく明るい未来を引き寄せる効果があります。安村さんではないですよ。そんな幸せという言霊の効果を3つほど厳選してご紹介しますね。 1. ポジティブな気持ちになれる。ここでちょっと質問です。あなたは幸せという言葉を耳にしたり口にしたりすると自然に笑顔になったり心が温かくなったりしませんか？幸せという言葉を耳にしたり口にしたりするだけでなんだかハッピーな気分になれますよね。そう、実は幸せという言葉にはポジティブな感情を引き出しストレスや不安を軽減する効果や免疫力や自己注意力を高める効果があるんです。また幸せという言葉を口にすることであなたの心にも幸せが満ちてきます。そしてその幸せに感謝することでさらに幸せが増えるという好循環が生まれるんですね。たとえ今幸せではなかったとしても幸せと口に出すことで脳が勘違いして幸せな波動状態を作り出します。また幸せという言葉を実際に口にすることで自分が恵まれている状況にあることに気づけたり、思っているよりも自分は幸せかもと感謝できるようになったりしますよ。 2. 人間関係が良くなる。幸せという言葉を使うことで周りの人との関係も良くなります。なぜなら幸せという言葉は相手にも好影響を与えるから。例えばあなたと一緒にいると幸せだよと伝えると相手は喜びや信頼を感じますよね。このように幸せという言葉も使うことで周りの人との関係が良くなるんです。繰り返しですが、人間関係が良くなると運気も上がります。つまり人生も好転しやすくなるということですね。 3. 幸運を引き寄せる。幸せという言葉も使うことで幸運が舞い込みます。なぜなら幸せという言葉には現実を想像する力があるから。例えば今日も幸せと口にしたり、寝る前に今日も幸せだったと感謝したりすると脳はその言葉に沿って現実を認識し、その価値観や思考に沿った行動を促します。ですのでこの言葉を使うときは幸せになりたいといった幸福不足から言葉を発するのではなく、今幸せだと感じて使うことで幸せの状態が高まっていることを頭に入れておきましょう。あなたが日常のどんな小さなことでも幸せに気づくことで幸せが増えていって幸運が舞い込むような流れになっていきますよ。3. ありがとう。やっぱり最強の言霊はありがとうです。この言葉は人生を変える言霊として知られているので、すでに効果を実感している方も多いかもしれませんね。私のチャンネルでもありがとうにフォーカスを当てた動画をアップしていますが、こちらも人気の動画になっています。こちらですね。人生が激変する、お金をどんどん引き寄せてしまう魔法の言葉、反対に効果をいまいちよく感じられないという場合はこの言霊の効果を再認識することで使わずにはいられなくなります。というのもありがとうという言葉は相手に感謝の気持ちを伝えるだけではなく、自分にもいいことがたくさんあるから、日常の小さな幸せに気づくこと、例えば美味しい食事を味わえること、ゆっくりお風呂に浸かれることなど些細な瞬間に感謝の気持ちを持つことでさらにその効果は高くなります。そんなありがとうのすごい効果を3つ厳選してご紹介しますね。 1. 心が豊かになる。ありがとうというと相手の存在や行動に対して価値を認めることになります。それによってあなたも相手も心が満たされます。例えばあなたの存在やあなたの体に対していつも私のために働いてくれてありがとうと言ってみてください。すると不安感や不満感が減るはずです。またあなたの心が豊かになることでストレスや不安にも強くなります。 2. 人間関係が良好になる。ありがとうというと相手に対する敬意や尊重を示すことになります。
例えばあなたの家族や周りの人、職場の人に対していつもサポートしてくれてありがとうということで、相手はあなたが認めてくれていると感じます。皆さんもそうだと思いますか？感謝されると人は嬉しくなります。そしてその相手に対して好意を持ちますよね。また感謝することで相手のいい面に注目するようになるので、相手の欠点や問題に対しても寛容になります。人間関係が良好になるとコミュニケーションや協力がスムーズになるので、無駄なストレスが減って人生がより楽しくなりますよ。3. 能力が向上する。ありがとうというと、あなたや相手の成果や努力を評価することになります。それだけであなたも相手も自信やモチベーションが高まりますよね。感謝されると人はさらに頑張ろうと思いますし、感謝することで自分の成長も実感できます。また感謝することであなたや相手の強みや特徴に気づけたり、能力を最大限に活かせたりもできるんです。このようにありがとうという言葉は、心も人間関係も能力も向上させる魔法の言葉、言わずにはいられないほど奇跡の言葉と言えますよね。できる、幸せ、ありがとうという言霊は魂を浄化し奇跡を起こす効果があるということはもうお分かりいただけましたよね。この言霊たちは日常的に使える簡単な言葉、それなのに効果絶大です。ぜひ今日から意識する言葉をコメント欄で教えてください。ここでちょっとお知らせです。私の最も価値ある話は月額有料マガジン等の裏話で聞けます。表では言えない裏の話を一日一記事全力で投稿しているので、気になる方はぜひ概要にあるリンクをチェックしてみてください。ここまで動画を見たあなたは、さっきの言霊を言えばいいんだねとウキウキになってるかもしれません。ただ実は言霊を毎日口に出しても効果が出ないことがあります。最後はその理由と対処法について見ていきましょう。まずあなたが発する言葉に気をつける必要があります。あなた自身に対しても他人に対しても感謝、励まし、褒めるといったポジティブな言葉を積極的に使いましょう。またあなたの願望や目標を明確に言葉にすることも効果的です。あなたの思いを声に出すことでそれが現実化する可能性が高まります。反対に不平や不満、批判といったネガティブな言葉は極力避けた方がいいですね。また他人から聞く言葉にも注意する必要があります。他人から聞く言葉もあなたの心や体に影響を与えます。ですので耳に入れるのは否定的で後ろ向きなものではなく、肯定的で前向きなものが望ましいですね。もちろん他人から聞く言葉はあなたではコントロールできない場合もあります。その場合はその言葉があなたに合うか合わないか、必要か必要でないかで判断してください。必要な場合はその言葉に感謝してポジティブに捉える、不要な場合はその言葉に関わらないよう、受け取らないようにする。簡単ですがとても大事なことですよ。あなたの心の中で繰り返される言葉にも気をつけることが重要です。人の心の中で繰り返される言葉は思考や感情、行動に影響を与えます。そのため心の中でポジティブな言葉を繰り返せばあなたの心や体にいい効果をもたらします。ただネガティブなことを繰り返してしまうと当然ながら悪い影響をもたらしてしまいます。ですのでもし自分の心の中でネガティブな言葉を繰り返す癖があると気づいた場合は、あなたが望む言葉を心の中で繰り返すように癖づけるようにしましょう。そうすればあなたの思考や感情、能力や可能性、現実や運命までもがあなたの望む方向へと導かれるはずですよ。では今日の話を復習していきましょう。潜在意識がまるっと書き換わる奇跡の言霊は、1できる、2幸せ、3ありがとう、この3つでした。ぜひ今日から意識的に使う回数を増やしてみてください。楽しみに金のかからない人が最も裕福である。非運気を引き寄せて人生好転等です。今回は臨時収入が入る言霊3選について話していきます。皆さん、臨時収入が入る言霊3選と聞いて、そんな簡単に臨時収入が入ったら苦労しない、言霊を意識したことあるけど臨時収入来たことないよ、どうせ私は運がいいっていうみたいなことでしょ、こんな風に思っていませんか？今回は今紹介したような悩みを完全に解消する動画です。私が何千人という相談に乗ってきて、また宝くじチャンネルの方も体感している効果実証済みの方法です。皆さんも正直気づいていますよね。思考停止してよく言われる方法で言霊を発しても臨時収入が手に入らないことを、さらには同じ方法で実践しているはずなのに臨時収入を手にできる人とそうではない人の差がこんなにもあるのか。実は臨時収入を手にできる人はわざわざ言語化していないけど無意識ベースで実践していることがあるんです。かくいう私も以前は今回紹介することに気づかず言霊を発しているのに臨時収入が手に入らない時期がありました。ただ当時読んだ本に書いてあったことを実践したら急に臨時収入が入ってきたんです。
もし皆さんがお金に困っていて臨時収入を手にしたい、一回だけじゃなく継続的に臨時収入を手にできる人になりたい、そう思っているのであれば、今回もかなり貴重な話をすることになります。ということで、今日すぐにこの動画から学べることはこの2つ。 1. 最強の言葉はありがとう。 2. 臨時収入が入るおまじない。この動画を最後まで見ればお金が手に入らない人から脱却して継続的にお金を手にすることができます。それでは今日も楽しく学んでいきましょう。臨時収入が入る言霊の前に、絶対に臨時収入が入らない言ってはいけない言霊を5つご紹介します。この言霊を言っている限り、臨時収入はもちろん一生金運が上がらないので注意してください。 1. お金がない。お金がない、お金がないといつも言ってる人はいませんか？もし皆さんが言っているなら今日からやめましょう。これはお金がないから言っているのではなく、その人の心が貧乏症だからお金が巡ってこないだけです。お金がないと口にすることでお金がない状態が現実化してしまいます。いつも私はお金があるとポジティブワードに変換すれば、逆にお金を引き寄せることができますよ。 2. 私にはお金は似合わない。自分はお金をもらうのにふさわしくないと思ってしまうと、お金を引き寄せるエネルギーが働かなくなります。これはちょっと難しい科学の話にはなりますが、お金は物質化されたエネルギーです。つまり受け取る側にエネルギーがない状態だと、お金というエネルギーが寄ってこないわけです。私はお金を受け取るのにふさわしいと思えるようになると、自然とお金が寄ってきますよ。 3. 成功した人は裏で何かしている。成功した人に対して否定的な考えを持つことで、無意識のうちに自分自身の成功やお金を引き寄せるチャンスを遠ざけてしまいます。成功した人は運と努力で成功しただけであって、それ以上でもそれ以下でもありません。むしろお金をたくさん循環してくれているので、ありがたい、素晴らしいと思った方がいいですよね。 4. お金は悪いもの。当たり前だのクラッカーですが、お金は悪いものと思えばお金が寄ってくることはありません。もしあなたが周りの人から、あの人って悪いことしてるらしいよって根も葉もないことを言われたとして、その人たちのことを好きになりますか？きっとならないですよね。お金も自分のことを好きな人のところに行きたがります。引き寄せたいなら、まずは自分から好きになることが大切ですね。 5. たらればいい言葉。どうせ孫さんだから稼げるんだよ、自分も宝くじが当たればお金に困らない生活を送れるのに、など現実の状態を引き起こしている理由を外に向けていると、お金から嫌われてしまいます。世界を変えるためにはまず自分が変わる必要があります。でも、だって、どうせなどの D 言葉や、だったら、すれば、のようなタラレバは、今日から封印しましょう。臨時収入が入ると、財布が潤って嬉しいですよね。実は、すぐに効果が出る、臨時収入の言霊があると言われているんです。言霊は馬鹿にできないほど効果があるので、これから紹介する3つの言霊を無意識レベルで言えるようにしましょう。そうすれば、確実にあなたの金運は良くなっていくはずです。1. 良かったね。ちょっと質問です。最近あなたの周りにお金に恵まれた人はいませんか？例えば臨時ボーナスを受け取った、不労所得で豊かな生活を送っているなどです。こういった人を見て生まれる反応のパターンは次の2つです。 1. いいねと思う人。 2. あの人だけずるいと思う人。どうでしょう、どちらのパターンが金運に恵まれると思いますか？脳内お花畑状態じゃない限りは、1の方が金運が上がると思いますよね。そうなんです。お金に恵まれる人を見て、ずるいと思っていると、金運はなかなか上がらないんです。あの人だけ恵まれているのに、自分は何もないなんて、という気持ちは、神様にわがままと思われてしまいます。もし周りでお金に恵まれた人が出てきたら、素直に、よかったね、と伝えましょう。周りの人の幸せを喜ぶことで、あなたも同じ幸運を受け取る準備ができていると、神様に伝わります。すると、巡り巡って、あなたに金運のご利益が届き、臨時収入を得るなど、お金に恵まれる日が訪れます。波動は良いも悪いも同調しますからね。実際に他人の幸せを素直に喜ぶのを意識したことで、豊かさを手に入れたという口コミが多いです。相手のことをただ羨むのではなく、一緒に喜んで幸せのお裾分けをしてもらいましょう。2. 私は幸せなお金持ちです。幸せなお金持ちというのがポイント。どれだけお金があっても幸せじゃないのは寂しいですよね。幸せな状態でお金があるからこそ、いろんなことを心の底から楽しめたり、日々幸せを感じたりすることができます。皆さんは絶対に不幸なお金持ちにならないでくださいね。ポジティブな言葉を繰り返し毎日言うことで、自分を幸せな方向へと導いていくことができます。何度も口にすることで潜在意識にインプットされていき、唱えた言霊のような現象が次々と人生に繰り広げられていくんですね。皆さんは幸せなお金持ちになる資格がある人です。自信を持ってこの言霊を口癖にしましょう。3. 思いもよらない臨時収入が入りました。ありがとうございます。
この言霊は実際に臨時収入が入った時に言うのではなく、おまじないの言霊として使います。もしかすると臨時収入が入っていないのにありがとうございますというのは気が引けるかもしれません。ただ言霊から現実を引き寄せるには過去形で言葉を発したり断定したりするのが大切と言われています。すでに叶った状態をイメージできるからですね。そのため臨時収入が入りましたという過去形とありがとうございますという明らかにお金に恵まれた言い方をした言霊は効果絶大なんです。実際に思いもらない臨時収入が入りましたありがとうございますと寝る前や起きた直後に唱える習慣を取り入れて豊かな生活を手に入れた方はたくさんいます。心から言霊を唱え続けることで引き寄せのパワーが強くなり現実になりやすくなります。ぜひ騙されたと思って実践してみてください。さてあなたはどの言霊から取り組みますか？ぜひコメント欄で教えてください。言霊と一緒におまじないをやることでよりお金に恵まれやすくなると言われています。金運アップを目指す方に効果的なおまじないを7個紹介するのでぜひ意識してみてください。1、財布を黄色にする。財布はお金の家なので金運に直結するアイテムです。風水で黄色は金運カラーとして有名ですよね。そのため黄色の財布を持ち歩くと金運アップ効果を得られると言われています。いい金運を引き寄せたい方はぜひ黄色い財布を手に入れましょう。ただ黄色の中でもビビット系の色や金色は出費も増えてしまうと言われています。特に金色は強力な金をもたらすと同時に出費の金額も大きくなると言われているので注意が必要です。安定した金を求める方はマスタードイエローやレモン色など黄色が強すぎないカラーの財布を選びましょう。2、蛇の抜け殻を財布に入れる。蛇は昔から金運アップの象徴として人々から愛されてきました。現在でも白蛇様が祀られている神社が金運パワースポットで人気だったり、パイソン柄の財布が運気を上げる効果があると言われたりしていますよね。実は蛇の抜け殻をお守り代わりとして財布に入れると金運アップ効果を得られたという人が多いんです。ただ蛇の抜け殻を日常生活で見つけるのは難しいですよね。ですので通販サイトで探して自分がこれと思ったものを選びましょう。3、袋のお守りを持ち歩く。袋は昔から金運アップのご利益がある動物と言い伝えられています。袋と当て字で表現できるのでお金に苦労しなくなると考えられているんですね。また服を捕まえて袋やカゴに入れるという意味合いもあるんだとか。袋は首が一周回ることから周りをよく見えるようになるとも言われています。視野が広くなることからお金を賢く使えるようになる効果も得られます。臨時収入を得たとしても使いすぎてすぐにお金がなくなったら意味がないですよね。お金を賢く使える知恵を養うためにも袋のお守りを持ち歩いてみるのもおすすめです。持ち歩くのが難しい方は玄関に飾ってもいいですね。このあたりに関しては過去の動画をご覧ください。4、トリンカ5の呪文を唱える。これはすぐに臨時収入が入ってきたという口コミが数多く寄せられるおまじない。やり方は簡単で、1、必要な金額をイメージする。2、5から8の中で好きな数字を決める。3、その数だけトリンカ5と唱える。この3ステップです。ただこの呪文は気持ちが入っていないと金運アップの効果を発揮しません。誰もいない家の中で唱えるのがポイントなので心を込めて一人で唱えましょう。こちらに関しても詳しくは過去動画をご覧ください。5、大黒天の真言を唱える。真言とは神様の力を借りるための言霊のことです。神様にはそれぞれ役割があり、金運や財運を高めるとされる神様は大黒天様と言われています。実際に金運アップ神社の多くは大黒天様を祀っていますね。見た目は怖いですが確かなご利益を授けてくれます。大黒天様に金運アップのお願いをする方法は、オン・マカキャレア・ソワカと唱えるだけ。1000回唱えると即効性のある強力な金運アップ効果を得られると言われています。また唱える際に大黒天様を思い浮かべるとより効果を高められます。いきなり1000回唱えるのは難しいので1日に100回など回数を決めて実践しましょう。6、ガムの包み紙を使ったおまじないをする。これは口コミで話題になったガムの包み紙を使った簡単な金運アップのおまじないです。まずガムの包み紙の裏側に臨時収入がもらえますように、金運が上がりますようになど願い事を書きます。願い事を書いたら5ミリほどまでの大きさまで折り、端っこをテープで留めて自宅の北西側にある壁に貼りましょう。風水で北は財運アップ、西は金運アップを意味するので北西は両方の効果を得られる方角です。大きさが5ミリほどなので壁の上の方に貼り付ければ目立つこともありません。実際にこのガムの包み紙を使ったおまじないをしたことで臨時収入があったという口コミがたくさんあるので効果があると言えそうですね。7、満月の下で財布を振る。満月には金運アップパワーが宿っていると言われています。
実際に金運がアップする財布にするために新調した財布を満月良くさせる方法があります。これから紹介する方法は新調した財布と今使っている財布のどちらにも使えるおまじないです。やり方は簡単で、財布の中身を空っぽにし、満月に向かって5分間振り続けるだけ。財布を振っている間に満月のパワーが財布にチャージされ、金アップ効果が得られます。実際に臨時収入を得た方もいるので、満月のパワーは強力と言えますね。ただ満月は月に一度ほどしか訪れないので、いつなのかを調べてカレンダーにチェックを入れ実践してみてください。というわけで、言霊を意識した上で今紹介した7つのおまじないも一緒にやってみてください。はい、今回の話はいかがでしたでしょうか。言霊は潜在意識を書き換える大切な要素です。ぜひ今回紹介した3つの言霊を日常生活で無意識に言えるようになりましょう。金で買った忠誠は金で打ち砕かれる。いい運気を引き寄せて人生好転等です。今回は絶対言うな、どんどんお金が逃げていく言霊トップ3を紹介していきます。今回はすべて私の実体験を含めたノンフィクションでお届けします。ですので皆さんもつい言ってしまったという方はコメント、言ってはないけどそういう人を見たことがあるという方はいいねで教えてください。実はこの動画を作った理由があるんですけど、これを見てる人の中でこういう経験ありませんか？言霊を唱えてみたけど臨時収入が入ってこない、引き寄せの講座を受けたけど特に変化がなかった、こういう経験ありますよね。もしある方はコメントかいいねで教えてください。もちろん今日発表するものを言わないからといって、今この動画を見ている当のフォロワーのみんなが急にお金持ちになるというわけではありません。でもこれだけを避ければ、私みたいに遠回りをしなくていいのは間違いないです。私は今日発表するものを口にして失敗してきたので、絶対に私の真似をしないようにしてくださいね。私と同じように無駄なことにお金を使わず、絶対に遠回りをしたくない、二度と騙されることなく情報を自分で判断できるようになりたい、最短最速でお金の悩みから解放されたい、そう思っているのであれば、今回もかなり貴重な話をすることになります。ということで、今日すぐにこの動画から学べることはこの2つ。 1. お金が逃げていく人は使う。 2. 口癖にすると金運が爆上がりする魔法の言葉。最後にはどんどんお金が寄ってくる言霊についても紹介します。ぜひ最後まで見ていってください。それでは今日も楽しく学んでいきましょう。では早速第3位から発表していきます。お金がどんどん逃げていく言霊第3位。第3位は全然金運が上がらないんですけどです。つい言ってしまったという方はコメント、言ってはないけどそういう人を見たことがあるという方はいいねで教えてください。私の動画をずっと見てくれている当フォロワーの皆さんはもうかなり金運リテラシーが高いので大丈夫だとは思うんですけど、まだまだこういうコメントをする人がいらっしゃるんです。私も金運の研究を始めた頃、いろんな教材や動画を見ては全然金運上がんねえなと人のせいにしてきました。この言霊を唱えると必ず臨時収入が入ります。寝る前にいい未来を想像するだけで OK。 感謝の気持ちを持つと人生が好転します。こういうの聞いたことありますよね。まず一言だけ言わせてください。こういったことは一時的な効果に過ぎません。なぜかというと、そもそも金運は楽して上がるものではないからです。この意味がわかりますか？例えると、こういった楽して金運が上がります系の発信って、ハイトだけでフルマラソン3時間切りと言ってるようなものです。普通に考えてフルマラソンで3時間を切るのはかなりの努力が必要ですよね。これは紛れもない事実で、金運も同じです。金運を上げるようになるためには誰かのせいにせず、自責思考を持って正しい方法で取り組む必要があります。これに例外はありません。もちろんフルマラソンで3時間を切ることに比べたら金運を上げることははるかに簡単です。ただそれでも楽して人生を変えられるほど金運の世界は甘くありません。ではもう少し深く考察して構造的な問題で見てみると、なぜこんなにも楽して金運が上がる系の教材を買ってしまう人が多いのか。答えはシンプルで、楽して金運が上がる系の教材販売者側のポジショントーク、セールストークに惑わされているからです。彼らはあたかもちょっと習慣を変えるだけで金運が上がるようになると主張してきます。さらにこうも主張してきます。毎日ありがとうを1000回言ったら人生が好転しました、宝くじが当たりましたと言ったら本当に宝くじが当たりました、こんな感じで言ってきますよね。確かにそういう人は一定数いるので説得力があるように聞こえてしまいます。でも皆さん覚えておいてください。私たちは臨時収入が欲しいのではありません。一生金運が上がる人になりたいんです。30万円の臨時収入を1回だけもらうのと毎年のように10万円の臨時収入が入ってくるのだったらどっちがいいですか？おそらく後者ですよね。であればそういった目先だけ金運マンになってはいけません。確かに言霊は大事です。それは認めます。私がお伝えしているのはそれだけで金運が一生上がるようにはならないということです。
お金は自分のことを好きになる人のところにやってきます。全然機運が上がらないんですけどと、お金のことを嫌うような発言をする人のところにはやってきません。皆さんが明日からできるアクションは、楽して機運が上がる系の教材をわざわざ買うことではなく、 YouTube にある動画を見てずっと実践し続けることです。これさえできれば1年以内に金運爆上がりまでになることはそれほど難しいことではありません。もう楽な方に流れるのは今日やめましょう。金運アップに楽な道はありません。楽な方法と本当に金運が上がる方法には大きな乖離があります。しっかりと正しい方法で継続すれば誰でも金運が上がるようになります。もう楽して金運が上がる系の教材を買うのをやめて、 YouTube にある動画でいいので、運気が上がる習慣を地道に実践していきましょう。結果的にそれがあなたにとっての最短距離になるはずです。お金がどんどん逃げていく言霊第2位。第2位はでもだってどうせです。よく周りにいませんか？一言目にはでもだってと言ってくる。私はこういう人を D 言葉マンって言ってるんですけど、こういう D 言葉ばっかり言う人いますよね。この言葉もつい言ってしまったという方はコメント、言ってはないけどそういう人を見たことがあるという方はいいねで教えてください。何かアドバイスしたら、でもだってどうせ私にはと否定的な言葉から入ってしまう人はいませんか？最初から話を否定する人も金を下げてしまいます。冷静に考えてみるとわかりますか？相手のことを否定したり、失敗を人のせいにしたりしてお金持ちになる人はいませんよね。それが答えです。金を呼び込むためにはお金が集まる人に好かれることも大切。相手に関心を持つ姿勢や相槌の打ち方がコミュニケーションを円滑にするための重要なポイントということです。かくいう私ももともとはでもとかどうせっていう D 言葉マンでした。ただこの D 言葉をやめてから面白いように人生が好転していったんです。ここで一つの会話例を挙げます。副業に迷ってるんだったら、とりあえずライティングやってみたらどうですか？でも私ライティングなんかやったことないし。なら動画編集とかどうです？いやもうこんな年だし。私の周りに動画編集で月5万円稼いでる人いますよ。才能がないのでどうせ私には無理です。これ実際に私がしたことのある会話なんですけど、どう思いましたか？おそらくアドバイスするのが嫌になりましたよね。そう、 D 言葉を使うと相手に不快な思いをさせるので、それ以上のアドバイスがもらえなくなるんです。そして自分自身にも私はできないという自己肯定感が植え付けられてしまって、実際にそういう未来になってしまうんです。金運を高めたいのであれば、うんそうだよね、なるほど、おおすごいねなど、話し相手の言葉に対して肯定系から入るようにしましょう。仮に否定したいとしても、まずは肯定から、否定はその後です。D 言葉が口から出そうになったら、まずは肯定を意識しましょう。これだけで金運も人間関係もどんどん上がっていきますよ。お金がどんどん逃げていく言霊第1位、ついに第1位がやってきました。このために動画を作ったと言っても過言ではありません。第1位はお金がないです。この言葉が良くないのは何度かお伝えしていますよね。でもつい言ってしまったという方はコメント、言ってはないけどそういう人を見たことがあるという方はいいねで教えてください。お金がないは最もお金が逃げる NG ワードです。というのも、今発する言葉が未来を作るから、お金がないと言っていると本当にその未来が訪れてしまいます。これは私の受講生のお話ですが、お金がないというのが口癖だったので、まずはそれをやめましょうとお伝えしました。そしてどうやってお金を作ろうと変換していったところ、お金に困る人生から解放されたんです。仮に今お金がないとしても、それを嘆いたところで人生は変わらないですよね。であればこれからどうするかを考えた方がいいです。いやそれは極論やろと怒られるかもしれませんが、今生きているのでお金はあるはずです。お金がなかったら生きられないはずですからね。こうやってないものではなく、あるものに目を向けられるようになると、金運はどんどん上がっていきますよ。では最後に、どんどんお金が寄ってくる最強の言葉も紹介します。それがお金さんありがとうです。お金さんありがとう、大好きだよと言ってお金を使うと、お金さんはまた仲間を連れて戻ってくるよ。こう教えてくれるのは銀座マルカンの創設者で、高額納税者ランキングトップ10に12年連続で入った斉藤ひとりさんです。通帳にお金が入ったら、私の元にやってきてくれてありがとう、お金を払ったらこのお金で生活できることにありがとう、お金が欲しいならこういう風にお金に感謝することから始めるべきとおっしゃっています。お金は神様が人間に与えてくれた便利な道具です。なのにお金が欲しいというと、なんか卑しく感じる人がいますよね。ただ仕事をしてお金をいただくことは本来尊いことなんです。実際お金さん大好き、お金さんありがとうと言ったらお金さんも喜びますよね。
誰だって好きと言ってくれる人を好きになるものです。お金を引き寄せる人になりたいなら、自分自身が幸せな人になってお金に対してプラスの感情を抱くことが大切です。ただ、さっきもお伝えしたように、これをちょっとやそっと言ったからといって金運爆上げマンにはなれません。歯磨きをするぐらいの無意識レベルで、お金さんありがとうと言えるようになって初めてスタートラインに立てます。ぜひお金に対して感謝の気持ちを持って過ごしてみてください。はい、今回の話はいかがでしたでしょうか。言霊はいい未来を作るかどうかを左右する重要な要素です。普段からいい言葉を発すればいい未来になるので、ぜひ今回紹介した言霊は口にしないように意識してみてください。効率や損得にとらわれると人間が小さくなる。この言霊を使ってから明らかに金運が上がったそうです。いい運気を引き寄せて人生好転等です。いきなりですが質問です。すぐに臨時収入が入る言霊があったら知りたいですか？そんなん絶対に知りたいに決まっとるやんって感じですよね。結論から言うと、これから紹介する言霊を使ってください。そうすればお金がどんどん舞い込んできます。今怪しいって思いましたよね。その気持ちよくわかります。でも言霊をうまく使うとどんどんお金が入ってくる、これが事実なんです。ということで、今回はお金が入ってくる言霊10選というテーマで話していきます。ぜひこの動画で言霊マスターになってください。それでは今日も楽しく学んでいきましょう。今回は言霊の効果を最大化させるためのポイントを5つ厳選しました。特に4つ目のポイントはおすすめなので、ぜひあなたも意識してみてください。 1. リラックスする。アファメーションを行うなら、まずはリラックスすることが大切です。リラックスすることで心と体が落ち着き、ポジティブな言葉に対する重要性が高まるからですね。そんなリラックスの方法は人それぞれですが、次のようなものがあります。深呼吸をする、ヨガやストレッチをする、静かな音楽を聴く、アロマやキャンドルを焚く、マッサージや入浴をする、こういったものの中から自分に合ったものを選んで試してみてください。またこのリラックスするは無の状態に近づけるということでもあります。そしてこの無になるを似た言葉で置き換えると、断捨離する、脱力する、ゼロ化するといったイメージと重なります。体はもちろん、身の回りの生活も、頭の中の考え事も、オフィス環境も、同じような要素があらゆる場面に当てはまりますよね。リラックスして無の状態に近づける。これが言霊の力を最大化させる方法です。2. 日常的に肯定の言葉を使う。言霊は肯定のワードを口にするわけですが、そんな肯定の言葉は日頃からたくさん使いましょう。肯定と聞くと、具体的にどんな言葉？と疑問に思った人もいますよね。簡単に言うと、否定的な言葉の裏返しを使おうということ。もっと簡単に言うと、とにかくポジティブな言葉を使えば OK です。それいいね。そのネクタイ素敵。楽しい。幸せ。否定的な言葉は周囲をどんよりとした空気にしてしまいますが、こういった肯定的な言葉は周囲も自分自身も明るくしますよね。ぜひ肯定の言葉を使ってプラスの気を引き寄せましょう。具体的な言葉に関してはこちらの動画をご覧ください。超有料級、この言葉を口にすると人生肯定します。超強力、口にするだけで人生が激変する5つの言葉。言霊を日常的に使うとは、言霊の効果を信じ頻繁にポジティブな言葉を使うということ。言霊の高い効果を得るためには、日常的に言霊を使っている必要があります。継続は力なりという言葉があるように、一度だけ口にして満足せず、日常的に口にすることを意識しましょう。 3. 他人の不幸を言葉にしない。自分が理想の未来を引き寄せたいからといって、他人の不幸を嘲笑ったり、不幸に対する言葉を発したりするのは NG。 そんなことをしても自分に不幸を引き寄せるだけです。例えばこんな言葉、同僚のプレゼンが失敗して自分が昇進しますように、あいつだけ幸せそうでずるい、あの人よりも幸せにしてください、私はあの人みたいにせこいことはせずにお金持ちになる、こういった不幸の言葉を聞いている人は不快ですし、ましてや不幸に見舞われた人が聞いたらどう思うでしょうか。他人を傷つける言葉を使うと巡り巡って自分に返ってきます。他人の不幸を言葉にする人はマイナス要素しか引き寄せないので、立ち止まって胸に手を当てて振り返りましょう。4. 自分が本当に信じる価値を理解する。カーネギーメロン大学らが2013年に行った研究によると、セルフアファメーションはストレス下の問題解決力を改善するという結論に至っています。これだけ聞くとやっぱりアファメーション効果あんじゃんってなりがちですが、大事なのはその研究内容。この研究では自己啓発の世界で言われているタイプのアファメーションとはやっていることが違うんです。具体的には 1. 被験者に自分が価値を感じる対象をいくつか選ばせる。
2、自分が価値を感じるものを重要度順にランク付けさせる。3、最も価値を感じるものについて自分の考えをエッセイに書かせるというもの。むやみに俺は最高とか自分に言い聞かせるのではなく、あくまでも自分が信じる価値について改めて思いを巡らせるのが重要ということ。つまり自分が本当に信じている価値を理解することで効果を最大化させることができるということです。これ世間ではあまり言われていない本質的な部分なので、ぜひ頭に入れておいてください。5、言霊の効果を信じる。言霊の効果を信じるか信じないかで大きな差が生まれます。繰り返しですが、言霊の効果は自己暗示と強い関係があります。ですので口にした言葉が言霊の効果を発するか否かは自分自身にかかっているということです。言霊の効果を信じないのであれば口にしたことは現実になりません。逆に効果を信じるのであれば口にしたことが現実として引き寄せられます。小さな意識の違いですが、積み重ねが言霊の効果となって現れますよ。私たちが日常的に発する言葉には力が宿っており、言葉によって選択や行動が変わります。つまり叶えたい望みがあるなら、その望みに合った言葉を使うと叶う可能性がぐんと高くなるということです。ここからはそんな言霊の力を利用した機運がアップする最強の言葉を10個厳選してご紹介します。特に6つ目が意外なのでぜひチェックしてみてください。お金が入る言霊1、オンマカシリエイソワカ。オンマカシリエイソワカとは吉祥天女の神言のこと。吉祥天女は仏教の守護神の神々の一つであり、もともとはヒンドゥー教の神様であるラクシュミーのことを指します。そして神言とは真実の言葉の意味です。神言が持つ言葉の波動は人間の潜在能力に働きかける効果があり、声に出して唱えることで願いを叶えることができます。また幸運や繁栄を意味する吉祥の名がついた吉祥天女は幸運や繁栄の神様ですので、吉祥天皇の神言であるオンマカシリエソワカを唱えることで財運流暢のご利益が期待できます。お金が入る言霊にオンマケカラワソワカ。オンマケカラワソワカも神言の一つ、七福神の一つである大黒天様の神言です。左肩に財宝、右手には内出の小槌を持ち、足元には米だらわが置いてある大黒天様はまさに豊作を象徴する神様。富や財宝、五穀豊穣のご利益が期待できます。オンマケカラワソワカを唱えることで金アップが期待できますよ。神言を唱えるときは仏様を思い浮かべて一定のリズムで唱えることがポイント。強い運を引き寄せるために唱えるので、心が落ち着いているタイミングを狙いましょう。決して適当に言わないことが大事ですよ。お金が入る言霊3、トリンカ5。必要な金額をイメージしながら心を込めてトリンカ5と唱えるのもおすすめ。トリンカ5は古代に移動型の生活をしていた民族であるジプシーが唱えていたおまじないです。古くから存在するおまじないなので、その効果は絶大。自分のラッキーナンバーや運命数の回数だけ唱えると相乗効果でより効果が強くなります。トリンカ5は非常に効果の高いおまじないですが、気をつけたいのは大金が手に入るわけではないということです。手元に入ってくるお金はあくまでも自分の身の丈に合った金額と言われています。大金が欲しいと言ってむやみに唱えると必要な金額さえも入らなくなるので注意してください。お金が入ることだも4、オナイムペランテスラソナトス。五円玉を1枚手に握りしめながらオナイムペランテスラソナトスと6回から11回唱え、終わった後は五円玉を財布に保管しましょう。トリンカ5と同じく強力な効果のあるおまじないです。ただ唱えるだけでもいいですが、五円玉に願いを込めてその五円玉をお守りとして持っておくとより効果が強くなります。ポイントは必要な金額をイメージしながら唱えること。今の自分に足りない金額が手元に入ってくることをイメージしながらおまじないを行ってみてください。トリンカ5もそうですが、身の丈以上の金額が入ってくることはありません。期待しすぎないように注意してくださいね。またお金が入ってくるようにできるだけ自分でも努力することが大切です。ただ待っているだけではなく、いつもより仕事量を増やしたり人に親切したりするようにしましょう。お金が入ることは5、私は運がいい、私は金運がいい、私は運がいい、私は金運がいいと唱えることで本当に運が良くなっていきます。どうせうまくいかないと思って挑戦したらやっぱりうまくいかなかったという経験はありませんか？こういう時って常に頭の中で失敗するイメージができてしまっているんです。だから実際に行動しても成功することはほとんどありません。
ません。言い換えれば、いい風に頭の中でイメージできていれば、成功する確率もぐっと上がるということです。言霊とは、自分の潜在意識に働きかけることができるので、私は運がいいと唱えていれば、運が良くなるように自然に行動するようになります。自分が取る行動が、どれも運を引き寄せるための行動になるということですね。運がいいということは、自分で幸運を引き寄せる力が強くなっているということでもあります。宝くじなので当選を引き当てることもできますよ。6つ目の前にお知らせです。私の最も価値の話は月額有料マガジン等の裏話で聞けます。表ではいない裏の話を1日1記事全力で投稿しているので、気になる方はぜひ概要欄のリンクをチェックしてみてください。お金が入ることだもろく、私は幸せなお金持ちです。たとえお金があっても、人間関係や体調などお金以外のところで不幸があれば幸せとは言えませんよね。大事なのは、私は幸せなお金持ちですと言い切ることです。ただお金があるだけではなく、幸せを感じることのできるお金持ちになることが真の幸運と言えます。私は幸せなお金持ちですという言葉ってとてもポジティブですよね。ちょっとしんどいなという時もポジティブな言葉を口にするだけで気分は少しずつ回復していきます。お金がない時こそポジティブな言葉を唱えて自分の気持ちを明るくしていきましょう。気持ちが明るくなれば自然と行動的になり、自分の幸福のために動けるようになりますからね。お金が入ること玉7、お金はある。お金がなく金欠の時こそお金はあると言葉にして唱えましょう。お金がないというのは心もとなく、この先の未来に対しても不安しかない状態です。そんな時に、はぁ、お金がないなぁと口にしてしまうと、余計に気持ちが沈んでしまい、ネガティブ思考になってしまうんですね。こうなると、どんどん考えがマイナスになり、どうせ何をやってもうまくいかないと、お金以外のことも諦めるようになってしまいます。金欠の時こそ、お金がないというのではなく、お金はあると口にしましょう。ポジティブな言葉は、プラスのエネルギーを引き寄せますからね。お金が入ることはもう8。私はお金が大好きです。私はお金が大好きです。一見、お金にがめついような、なんだかいやらしさを感じる言葉で、口にするのをためらう人もいるかもしれません。ただ、誰しも自分のことを嫌っているより、好いてくれている人の近くにいたいと思うものです。お金も同じで、私はお金が大好きと、堂々と口にする人のところに集まってくるようになるんですね。お金は生きていくため、自分の人生を豊かにするために欠かせない大事なものです。堂々とお金が大好きという気持ちを口に出すことは、同時にお金のありがたみに感謝することを決して恥ずかしいことではありません。感謝の気持ちを持って好きを口にしていれば、どんどんお金が集まってきますよ。お金が入ることの9、私は仕事が大好きです。お金は仕事をしてその対価としてもらえるもの。自分の仕事が好きになれば、好きなことをしてお金もたくさんもらえて、こんなに幸せなことはないですよね。どんな仕事も楽なだけではなく、大変なことも多くあります。ただそれでも、私は仕事が大好きですと口に出すことはとても大事です。ああ、しんどいなぁと思いながら仕事をしても、なかなか作業は進みません。また、たとえお金をもらったとしても、これぼっちかと感謝の気持ちを持てなくなってしまいます。私は仕事が大好きですと口にするだけで、毎日の何気ない作業にも楽しみを見出せるようになります。仕事内容を変えることはなかなかできませんが、自分の考えを変えることなら手っ取り早くできますよね。仕事は毎日のことなので、自分の力で楽しくしていきましょう。そうすると仕事の効率もアップし、昇給できたり臨時ボーナスが入ってくるようになったりしますよ。お金が入ることでも10、ありがとう。ありがとうの感謝の言葉を言って不幸になることはありません。というのも、ありがとうと伝える場面でネガティブな場面がないからです。思考は行動を変えると言いますが、その逆もしかり、行動することで思考もどんどん変わっていくんです。ありがとうを口にする場面が日常の中で増えていくほど、小さなことにも感謝できるようになります。小さなことに感謝ができるというのは究極のプラス思考。本人自体がプラスのエネルギーを持っていることになるので、どんどん気運を引き寄せられるようになります。その結果、気運も合わせて良くなっていくんですね。また強運であるということは、お金に左右されないということでもあります。いくらお金がたくさんあっても、お金のためだけに生きるのはお金に支配されているのと同じです。お金のトラブルに巻き込まれることにもなり、幸せとは言えませんよね。ただ自分が強運の持ち主であれば、お金に支配されることはありません。みんなが幸せになるお金の使い方ができるので、人生の幸福度がどんどん上がっていきますよ。ということで、以上10個がお金がどんどん入ってくる言霊でした。どの言葉を意識して言うか、ぜひコメント欄で教えてください。ただ今回紹介した言霊を発しても、あることを意識しないと金は一生上がりません。
この金運を上げる言霊の使い方については当の裏話で詳しく解説したので、気になる方はぜひ概要欄のリンクをチェックしてみてください。では今日の話を復習していきましょう。お金が入ってくる言霊は1オンマカシリエソワカ、2オンマカケラワソワカ、3トリンカファイブ、4オナエムペランテスラサナトス、5私は運がいい、私は金運がいい、6私は幸せなお金持ちです、7お金はある、8私はお金が大好きです、9私は仕事が大好きです、10ありがとう。以上10個でした。言霊を使う時のポイントに関してもお伝えしたので、ぜひこの動画を参考にお金が舞い込む言霊を使っていきましょう。金は良い召使いでもあるが悪い主人でもある。この言葉を毎日言うだけで人生が180度変わります。いい運気を引き寄せて人生好転等です。今回は理想の人生を引き寄せる5文字の言葉について話していきます。今タイトルを聞いて、いやそんな魔法の言葉なんてないとか、そんなんで理想の人生が引き寄せられたら苦労しない、こんな風に思いませんでしたか？今回の動画は今紹介したような悩みを完全に解消する動画です。今日この言葉を知れたあなたは、努力が認められず出世できない、彼氏ができないどころか出会いがない、最近喧嘩ばかりで夫婦仲が悪い、お金がなくて好きなことができない、こういった悩みが一発で解消され、今までとは180度違う現象が起こり始めます。反対にこの5文字の言葉を知らないままだと、今の悩みも今の現状もマイナスの潜在意識も何も変わらない、今の生活から抜け出せないと言っていいかもしれません。そんな魔法のような5文字の言葉、気になりますよね。ということで、今日すぐにこの動画から学べることはこの3つ。1、理想の人生を引き寄せる言葉は。2、潜在意識を書き換える時のマル秘テクニック。3、妨害が入った時の正しい対処法。この動画を最後まで見れば、どんな人でも半年以内に理想の未来が手に入り始めます。それでは今日も楽しく学んでいきましょう。理想の人生を引き寄せる5文字の言葉の前に、あなたに知ってほしいことがあります。それが潜在意識という存在です。潜在意識とは、人間が意図して考えることができない脳の奥底にある情報のこと。その潜在意識には、あなたがこれまで生きてきた証として膨大な記憶が入っています。潜在意識のブロックやメンタルブロックと言われるような過去のトラウマや失敗体験、思い込み、固定観念といったネガティブな感情、反対に嬉しかったことや楽しかったこと、成功体験といったポジティブな感情の全てが収められています。ここであなたの願望実現の足かせになるのがネガティブな感情です。よくポジティブなワードを口にすると人生が好転すると言われますよね。でもそれを実践してもなかなか人生が変わらないという人は何万人といます。もしかするとあなたもそのうちの一人かもしれませんね。その原因がネガティブな感情との向き合い方で、どれだけポジティブな感情を増やしてもネガティブな感情がある限り、あなたの未来は良くなりません。これは潜在意識の世界では常識になりつつありますが、ネガティブな感情とポジティブな感情はセットです。つまりネガティブな感情があるままポジティブな感情を増やしても、ただネガティブを増幅するだけということ。ではどうすればいいのか、これに関しては長くなるので私の公式 LINE の方で無料でお伝えしますね。さて話を戻しますが、あなたが現状を変えられないのは、知らず知らずのうちにネガティブな感情が、今のままで生きられているんだから苦しいことはしないでそのままでいいよと勝手にブレーキをかけている状態になってしまっているからなんです。例えばこうすればお金を稼げるんだよというノウハウは世の中にたくさんありますよね。でもなぜか同じノウハウを勉強したのに成果が上がる人と上がらない人に分かれる。あとはいわゆる成功者とかお金持ち、あるいは恋愛マスターみたいな人もいて、それぞれどうやったら成功するのかみたいな情報は皆さん発信されていて溢れ返っているわけです。だからみんな頭ではどうすれば人生がうまくいくのかっていうのはある程度理解できていると思うんです。でもそれを実際に行動に移せなかったり、あるいは怠けてしまったり途中で挫折しまったりする人ってすごく多いですよね。これが理解しているのにできないということなんですけど、この現象こそが潜在意識の手強さを物語っていると思います。普段意識している意識の領域、つまり潜在意識の方ではこうすればいいって分かっています。ただ普段意識できない意識の領域である潜在意識に何らかのエラーが起きていると、それを行動に移せないし、行動に移したとしても現実が変わらないという負のループにはまってしまうんです。これは潜在意識が変化を拒んでいて、今の状態のままでいようとする作用が働いているから。この現象を心理学の世界ではホメオスタシスと言います。これはとても大事な言葉なので必ず頭に入れておいてくださいね。つまり潜在意識を変えて望みを変えていきたい
と頭では思っているんだけど、この潜在意識のホメオスタシスが無意識のうちに勝手に変わらないことを選び続けているということなんです。潜在意識は今までの経験のデータを参考に安全圏に留まろうとし続けます。そしてこの安全圏というのは必ずしも快適さを感じているわけではありません。慣れ親しんだ環境であれば、それがどんなに苦しいものだったとしても脳が勝手に安全だと錯覚をしている状態と言えます。あまりいい例ではないかもしれませんが、モラハラ男やブラックな職場といったことがまさにこの典型例ですね。潜在意識は誰も意識して見ることができないため、普段生活を送っていて自分で気づくことはほぼ不可能。その厄介な潜在意識をぶっ壊して願いを叶えるために今回の言葉が必要なんです。ではそんな厄介な潜在意識をぶっ壊して理想の人生を引き寄せる5文字の言葉とは何なのか、それがなぜだろうです。大事なのでもう一度言いますね。なぜだろう。この言葉があなたの潜在意識をまるっと書き換えて理想の人生を引き寄せます。ではなぜだろうという言葉によって脳の潜在意識に何が起こるのか、わかりやすく解説していきます。これは心理学の世界ではすでに解明されている脳の機能なんですけど、ある物事を解決したい時や現実を変えたい時に、自分自身にそれが実現できたのはなぜだろうと問い続けることで、本当にその解決方法や実現方法が思いつきます。さらにそれを継続することでやがて行動が伴うようになり、最終的にあなたが望む現実を手に入れられる確率が上がるということが分かっているんです。まだ実現できていない物事について、それができたのはなぜだろう、それが叶ったのはなぜだろうと自問自答することで、脳がその答えを検索してやがて答えを差し出してくれるんです。ただ多くの人はこの脳の検索機能とは真逆の使い方をしています。いつもうまくいかないのはなぜだろうとか、いつまで経っても貧乏なのはなぜだろうとか、こんなにモテないのはなぜだろうというふうに、望まない方向にこのなぜだろうとか、もしくはどうしてだろうという言葉を使ってしまっているんですね。こういうふうに使ってしまうと、自分がうまくいかない現実や望まない方向に行ってしまう原因ばかりが目について、行動する気にならなくなり、人生が変わらないという負のループに入っていきます。ちなみにこれは潜在意識の話なので、何か体感があるわけではありません。熱湯風呂に入って熱っってなるのとは違って、あくまでもふわっとした感覚的なものの話です。だからこそ継続することが一番大事。言い続けることであなたの潜在意識に刻まれた現状が少しずつ書き換わっていきます。次はそんななぜだろうという言葉を使って潜在意識を最短で書き換えるコツを紹介します。これはもうさっきの表現で気づいた方もいるかもしれませんが、過去完了形でもうすでに叶ったことにする、もしくは現在進行形で叶っていることにするというのが潜在意識を最短で書き換える時のコツです。私はなぜかこれから叶えたい物事なのにもかかわらず、それができるのはなぜだろうではなく、それができたのはなぜだろうというふうに過去形でお話ししましたよね。もちろんこれには理由があって、こうやって過去形または過去完了形、もしくは現在進行形にすることで達成感や自信の先取りができます。こうなると脳が達成済みのこととして認識し始めるので、抵抗感がなくなって自分の願いが実現するのは当然のことなんだという認識に変わっていくんです。脳的に言うと、すでに実現したことという認識をし始めるので、その実現方法なんかは考えついて当然だし、その実現もできて当然、別に難しいことではないという捉え方になっていきます。ですのでこのなぜだろうとかどうしてだろうっていう言葉も、実は過去形や現在進行形にした方が言葉の精度も上がるんですね。例えばお金持ちになりたいのであれば、自分がこんなにお金持ちになれたのはなぜだろう。モテモテになりたいのであれば、自分がこんなにモテるのはなぜだろう。健康になりたいのであれば、自分がこんなに元気なのはなぜだろうというふうに、望む状態プラスなぜだろう、どうしてだろうプラス過去完了形、もしくは現在進行形で自分自身に問いかけるようにしてみてください。ただそうは言っても、潜在意識には過去の膨大な記憶が入っているので、いろんな妨害が入ります。この妨害にうまく対処しない限り、なぜだろうの効果を得られないので、最後は妨害への正しい対処法をお伝えしますね。これが叶ったのはなぜだろうと自分に問いかけ始めると、抵抗してそれをさらに否定するような言葉や、叶わない理由、実現できない焦りや不安といったような、いろんな思考や感情の声が大きくなるということが起こります。特に最初は潜在意識が慣れていないので、こういったことが頻繁に起こります。そんな時はどうすればいいのか、その答えが
まるで泣いている子供の話を優しく聞くようによしよししてあげるです。ちょっと難しいですよね。具体例を出しながら解説していきます。例えばこんなに豊かになっちゃったのはなぜだろうと自分に語りかけた時に、そんなうまくいくはずないよとか、どうせ豊かになんてなれやしないんだというような、それを否定するような思考が頭の中で浮かぶことが必ずあります。そういう否定してくる思考や声に対して反発するのでも信じ込むのでもなく、ただただ共感してあげることが大切なんです。そうだよね、そう思うよね、というふうに優しく答えてあげるということですね。イメージ的には自分はカウンセラーで、この否定してくる声は傷ついて悲観的になっているクライアントみたいな感じです。これは感情の一つの性質なんですけど、感情は受け入れれば受け入れるほど気が済んで穏やかになるということが明らかになっています。逆に言うと、否定すれば否定するほど暴走する性質を持っているということです。また自分はカウンセラーで、否定的な思考や感情はクライアントというイメージを持つと、否定的な思考や感情と自分を同一視しなくてよくなります。これが大きなメリットで、問題を客観視することで感情をそれ以上大きくするのを防ぐことができるんですね。なんでそんなに否定するの？抵抗するの？という風になるのではなく、話を聞いてあげて否定しないということが大事です。そしてまた、望む状態プラスなぜだろうプラス過去完了形もしくは現在進行形の言葉を自分自身に投げかけるということを継続しましょう。そのうち否定的な思考や言葉が出てこなくなった頃に、本当に自分の願いが叶うプロセスに入っているんだという実感が必ずどこかで湧いてきます。ぜひ騙されたと思ってやってみてください。今回は潜在意識が関わる望む現実を引き寄せるたった5文字の言葉を紹介しました。ぜひあなたが叶えたいことを望む状態プラスなぜだろうプラス過去完了形もしくは現在進行形の形式でコメント欄に書き込んでみてください。また概要欄にある公式 LINE のリンクから正しい方法で潜在意識を書き換えるメソッドもゲットしてみてください。最後に、言うだけでとは言いましたが、言葉を口に出すだけではあまり意味がありません。口にした以上はその本質を考え、一つ一つの行動を意識することが重要です。だからこそ、なぜだろうという5文字を自分に問いかけるんです。日常生活の中で何度も何度も問いかけてください。ちょっとここで質問ですが、あなたはプライマリークエスチョンという言葉を耳にしたことがありますか？これは人は1日に2万回から6万回自分に問いかける質問をしているというもの。6万回も自分に対して、あれをしようか、これをしようか、どうしようか、右に行こうか、左に行こうか、みたいなことを質問しているんですね。その1日6万回もの繰り返しの中で、どうでもいい質問ばかりをしていると人生の質は上がりません。でも何度も何度も自分に本質を問いかけるような、なぜだろうという言葉を投げかけることで、あなたの思考や感情レベルがどんどん上がり、結果的に理想の人生が引き寄せられます。筋トレを例にしますが、肘をちょっとしか曲げない腕立て伏せと、肘をしっかり曲げて胸を地面スレスレまで下ろす腕立て伏せの、どちらが筋肉がつくと思いますか？毎日6万回しっかりと腕立て伏せをした人と、ダラダラした人、何年も続けるととんでもない差になるのは明白ですよね。だからこそあなたには常になぜだろうという言葉を口癖にしてほしいんです。ちょっと熱くなりましたが、あなたの理想の未来は必ず手に入ります。安心して過ごしてくださいね。はい、最後まで見ていただきありがとうございます。私の最も価値ある話は月額有料マガジン等の裏話で聞けます。表では言えない裏の話を1日1記事全力で投稿しているので、気になる方は概要欄にあるリンクからチェックしてみてください。この動画で紹介したなぜだろうの魔法を使うにあたって、シチュエーション別にどう使ったらいいのかについても解説しています。今回の動画が面白かった、役に立ったと思ってくださった方は高評価コメントしていただけると嬉しいです。チャンネル登録も忘れずにお願いします。では今日の話を復習していきましょう。理想の人生を引き寄せる5文字の言葉はなぜだろうでした。この言葉を使うことで脳にスイッチが入り、潜在意識が関わります。ぜひあなたが叶えたいことを望む状態プラスなぜだろうプラス過去完了形もしくは現在進行形の形式でコメント欄に書き込んでみてください。お金はいつでもある、ただポケットが変わるだけ。